探偵が早すぎるは日本の作家である井上真義による推理小説。講談社、講談社大会より2017年5月19日に上巻が7月21日に下巻が書き下ろしで刊行された。発売後約10日で重版が決定している。同年9月時点で上巻は4冊、下巻は3冊を記録している。カバーイラストは浮が手掛け、 カバーデザインは、坂野孝一が担当している。2018年、読売テレビの制作により、日本テレビ系でテレビドラマ化された。2019年12月13.20日に、2週連続でスペシャルドラマとして放送された。高校生の一家は、家政婦の橋田と二人暮らしをしていたが、父、明の死に伴って、5兆円という莫大な資産を相続する。 本家の大だら一族はその遺産を狙い、一芸を事故死に見せかけるため、いろいろなトリックを用いて殺害しようと試みる。橋田は一芸の命を守るため、早すぎる探偵千熊川を雇う。千熊川は犯人の殺人トリックをトリックで仕返しする、トリック返しにより、事件が起こる前に解決する、極めて特殊な探偵であった。朝ゆりは市長の命令を受け、7、 友モ正に勤めるカブラキシュウエに一元を殺すための犯罪計画を立ててもらうことにする。彼は小麦を使った犯罪を思いつき。さらに製薬会社で営業をしていた若竹友なりは、六郷に依頼される。彼が思いついたのは、シドニージョーゴグモという毒グモを使った暗殺計画。彼はクモを入手すべく盗みに入るが、隣人が帰ってきて、ピンチに陥る。トートノアは 児童養護施設から逃げ出してきて、線路下の歩道トンネルの中に身を隠していた。そこで二人は白いコートを着た女の人と会う。女は二人にあるいたずらを提案する。親戚が集まり、四十九日の法要が始まった。様々な思惑が渦巻く中で、昇降中に早速水の江竜イにシエが仕掛けたトリックを発動させる。ムフト氏は大学の後輩である。 佐野周平が発案したトリックを墓地に仕掛ける。しかし、その墓地には、シャギリもトリックを仕掛けており。そんなこんなで、ホテルの会食まで生きてこれた一芸。しかし、このホテルでは待ってましたと言わんばかりのトリックの嵐が、一芸を襲う。早すぎる探偵 VS、SI、祭恐れの一族。世紀の大バトルが幕を開ける。推理作家の辻松咲は、探偵も作者も、犯人や、 読者相手に肉を切らせて骨を立つ意気込み、前作とは違った形の挑戦に敬服すると評している。ライターの立花桃は、こんなにトリッキーで面白い探偵小説を読むのは、久しぶりであると評している。読売新聞では、自己死に見せるための完全犯罪の仕掛けは、奇想天外で、さまつな短所からそれを見抜く探偵との駆け引きは興味、深いという書評を掲載している。 少年マガジンエッジにて、2018年7月号から2019年3月号まで、連載。作画は3月かおる。2018年8月30日発売。ISBN 978から4から06から51万2739から12019年4月17日発売。 ISBN 978から4から06から515,517からに2 0 1 8年7月19日から9月20日まで、読売テレビの制作により、日本テレビ系、木曜、ドラマ F にて放送された。主演は、滝藤方一と、広瀬アリスの W 主演。主要人物大、だらいち族一芸の大学その他、ゲスト本編終了直後から、 5話として配信され、2018年9月27日まで、ギャオで独占配信された。サブタイトルキャストスタッフ、ありがとうございます。